飯舘では、紙ベースでもちろん月に2回のお知らせ版、月1回の広報誌等は、避難先の皆様にお知らせとしてお送りしております。それ以外に、ダイレクトにですね、村の情報をお知らせするための一つの、ツールとしてタブレットというのをお配りしています。これが本棚ね、はい、料理棚の紙容器でね、インターネット使えるんですよ、これ。そう、インターネットポンってタッチしてる、うん、そうすると、これは上の方は村のホームとか、ほら、仮設のページなんだけども、一番下の方に、うん、これで大丈夫なんですか？そう、ポンってやった。検索してもらえればいいですね。長くすぎて、ちょっと貼り付けてるまで、電話貼り付けてみます。この編集、プロジェクト登録する場合は、この方、どれが分かりますか？1、3、4、5、6、7、8、9、10、こういう触ったところは指でなってるんで、下の時計のところですね。やらんしょ。そしたら、検索すると娘さんの名前がどっちだ、個人的なページを見てもらって、登録しとけばすぐできるよ。設定を押すって書いてあるんで、ここのところですね。これね、よく皆さん今使われてない YouTube っていうやつで、音楽とかそしたら、こうやってみてたら、そうそう、なんだよ、戻るって書いてある。これね、だから仕事かなんかで帰ってきて家にいるなと思ったら、こんな一回も開いたことないと、本当はこの画面に来るんで。で、娘さんはどこに行ったの？どこいんの？娘さんは。インターネット使うんだったら、ここですぐこのブラウザーってやつを押してもらえば、これを使い、押せばインターネットに行きますね。インターネットな。で、これをね。テレビ電話、テレビ電話帳。タブレット上で、一つ、情報の保管という形ですね。紙ベースで送っているけど、その都度の最新の情報。あとは、絵として、動画で、配信できる。そういった意味で村とのつながりを大事にしていきましょうという一つの目的として、タブレットを村として配布しております。